川勝知事のいわゆるコシヒカリ発言をめぐり知事が御殿場市長を訪ねて謝罪し発言を撤回しましたま先月の参院補選の応援演説で対立候補の元御殿場市長に関連して御殿場にはコシヒカリしかないなどと発言した問題で今日川勝知事は 市長のもとを訪ねて自身の発言を撤回し謝罪しました知事はその後の記者会見で選挙の応援弁士として発言したことが知事としての発言と受け取られ関係のない多くの方を傷つけてしまったと説明しましたこの発言をめぐっては昨日までに県に561件の苦情が寄せられています